弾頭弾頭は高速移動する武器や兵器のうち先端や先端付近にあって加害の主体をなす部分を指す弾頭は敵に向かって空中や水中を高速移動し最終的には加害を与える多様な武器や兵器において目標に衝突するなどして実際の加害を与える部分を指す弾頭は機能、素材 形状によって様々に分類されており、近代兵器では、おおむね内部に収めるものの違いから弾頭が分類される。目的によって使い分けられる。例えば大砲の砲弾では、以下のような種類が一般に使い分けられる。この他にも、化学兵器や生物兵器、核兵器など、様々な破壊的機能を持つ兵器が存在するが、これを同じ大砲から打ち出せるようにすれば、 化学弾頭や生物兵器弾頭、核弾頭となる。ただ、核弾頭だけは威力が大きすぎ、大砲で打ち出せる程度の距離に発射すると、発射装置が大げさになる上に大砲を撃った側も、被害を受けかねないため、核弾頭法はかなり使い勝手の悪い兵器である。戦術核兵器。大抵は大砲よりも、さらに飛距離のある兵器で発射される。発射装置には、 銃や大砲といった火砲によって運動エネルギーを最初に一度だけ与えるもののほかにロケット弾を発射するロケット砲やミサイルのランチャーや魚雷の魚雷発射艦などのように自ら飛翔や構想する能力のある兵器では比較的簡単な構造の装置が使われる。砲弾はそれが目標に到達した時に目的とする機能を発揮しなければならない。これが 弾丸のように単純に目標に突き刺さり、あるいは貫通して対象に物体の衝突に伴う物理的な破壊を起こすだけで良いのであれば、これはただの塊でこと足りる。大抵は金属の塊が使われるが目的さえ合致して対象に期待された損害を与えることができるなら、初期の旧法のようにそこらの石や1841年8月の ジョン・コウマイ海軍隊員率いるウルグアイ隊が、やったように、固くなって食べられなくなったチーズでも構わない。この、チーズ砲弾は、相手のアルゼンチン艦隊をひどく驚かせ、撃退に成功している。さらに、衝突時の運動エネルギーをより大きいものとしたい。場合は、鉛など、比重の大きい金属を使えば同様石でより大きな運動エネルギーを与え、対象を穿つ必要がある場合は、 より硬ければ良いの飛行、被覆降弾される弾丸。ただ、一般に弾頭と表現される場合には、何らかの機能を持っているものが主体となる。爆発性の弾頭、一種の爆弾であれば爆発する必要があるが、これは標的に到達した際に爆発させるため新化が用いられる。化学弾頭や生物兵器弾頭では、目標に到達した際に、ただ衝突して、 内容物を飛び散らせても効果が薄く、これを適切に散布するために、衝突前に破裂して、内容物を撒き散らす。このため、次元新化で発射一定時間後に破裂するようになって、いるなどしている。核弾頭の場合は、汚い爆弾ならともかくとして、核爆発を起こすためには、所定の手順に従って、核物質を臨界状態にしなければならず、これは、 ただ単に衝突させれば良いという問題ではなく、まして発射以降に弾頭が破損してしまうと、核反応が起こせなくなるため、発射などの衝撃や、空力加熱に耐え核爆発を起こすよう、設計されている。また、弾頭とは言っても小弾頭のように、複数の弾頭を収束してある弾頭も存在する。クラスター爆弾の場合は、爆弾本体が、キャニスターと呼ばれる容器で、この中に、 各々の小爆弾が収納されているが、ロケット弾の中にもこのキャニスターを発射し、さらにこのキャニスターが破裂して、内部の小爆弾を散布するものも見られる。いわゆる大陸間弾道ミサイル、ICBM は弾頭部分が複数からなり、分散した弾頭部が目標地域に降り注ぐよう設計されている。なお、ICBM は一旦大気圏外にまで打ち上げられ、 そこから大気圏再突入を行うため、この時の空力加熱で故障しても機能しない。このため ICBM の核弾頭は再突入体と呼ばれるカバーで防護されている。発射装置は先に挙げた通り、銃や大砲などの島内の圧力で発射するものから、ロケットやミサイルなど自力で飛行する装置があるが、ロケットやミサイルにしてもその大きさや飛行距離は街まである。 この他には、魚雷も目的に応じて様々な弾頭が存在する。その一方で、他の兵器が弾頭として使用される場合もある。例えば、アスロックは、兵器としては、ロケット砲だが、その発射体戦端部は、魚雷で、発射後に着水すると弾頭である魚雷が、ロケットモーターから切り離され、水中を進む。これによって、より遠距離に素早く、魚雷を撃ち込めるのである。 対水中兵器としては、対戦ミサイルのような装備があり、巨雷の他に爆雷なども、弾頭として使用するもの存在する。通常弾頭とは、核弾頭や化学弾頭や生物弾頭のような、大量破壊兵器の待機語として用いられる、従来型の弾頭である。NBC 兵器よりも、使用条件が緩いため、世界各地の戦場や、紛争地帯で使用される。 主に化学エネルギーや運動エネルギーによって対象を無力化、破壊する。近年はレーザー誘導や GPS 誘導などの精密誘導技術の進歩により限定的に攻撃対象のみを破壊するようになりつつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。